はい、皆さんこんばんは。準備してる間にちょっとお話を。今もうじき来るんですけど、今東北の方で大きな地震があって、でそれに、被災し、地震があった3日後ぐらいにですね、現地の方に入って、この間の土日に気仙沼に入りまして、支援に行ってる人間が今日来てます。で、現状いろいろ写真も撮ってきましたし、これから先も1年2年で復興できるような話ではないもんですから、まあ、こういう機会に自分も、話を聞いてもらって、一言じゃないと思ってもらって、仲間内にもいろいろと進めてもらいたいなと思います。で、今そのチラシをちょっと皆さんに分けますので、よろしくお願いします。また話の最後にもし気持ちがあれば少しばかりでも寄付していただけると援助活動の足しにはなれるものですから、またよろしくお願いします。とりあえずは月曜日の日の朝に気仙沼から帰ってきた本人に変わりますので、ちょっと聞いてやってください。お願いします。僕16日から何回かちょっとピストンしてるんですけど、本当にひどい状態で、マスコミとかにもちょっとストップかけられているようなことが結構あって、もう本当なんていうか治安とかも悪くて、で ATM とかああいうのももう中国人がもうすぐ荒らしちゃったりとかしてて、強盗とか殺人とかも起きてるんですよ。でそういうことをまあ言っちゃうと、なんていうかな、まあ俺もやっちゃおうかなっていうやつとか現れるんで、で今そういう状況なんですよ。でまあ本当死体とかもその辺に転がってて、で水の中とかももうこう胴体もう頭の方が突っ込んじゃって、もう足がもう立ってたりとか、木に死体がぶら下がってたりとか、そういう感じです。で僕らがちょっと動いてるのは、まあ、役所の人とかがこう、まあ、物資を運んでるところっていうのが避難所なんですけど、避難所に届けちゃうと末端に届かないっていうのがありまして、で実際僕らがもういろいろ調べて、消防団の人とかにいろいろ手伝ってもらって、個人個人の家に持ってってもらったりとか、そういう活動をしてます。で今後この先、ずっと続けていくのに、物資とかいろいろ集めて持っていくのにもやっぱりお金がかかるんで、ガソリン代とかそういうものですよね。ガソリン代とあと、足らない物資があったりとか、基本的に僕らも飯とかそういうのは全部自腹で行って、それで土曜日日曜日だけ行ってまた帰ってきて仕事っていうのをちょっとずっと続けてるんで、今後多分見た感じも1年2年ではもう片付かない感じです。でそれをずっと続けていくのにそういった支援金っていう、カンパみたいなのをみんなからしてもらって予算を作ってるんで、できればこれを聞いてもらって、周りのみんなを支えてもらって、そういう寄付金みたいなのをいただけたらいいなと思って、この場を借りて言わせてもらってるんですけども、よろしくお願いします。で、それ画像だなしない。それで僕が撮ってきた写真なんですけど、見てくれはこんな感じなんですけど、平たく言ってしまいますと、名古屋の悪い子です今でこそ普通に今彼の素性はこんな風に見えますけど、川大工とかの、加工をしてる、社長でして、で簡単に言うとオートバイでバイクハーレーとかのシートを加工したりとか、あと今、バックドロップっていう会社を経営してまして、でそこ のアメリカの USA の方の、法人を立ち上げて今社長をやってるのが彼です。でやっぱり海外にもいるもんですから、
離れていてこういうことがあって、日本にもどうでしょう、1年に3ヶ月ぐらいしかいないんですけど、彼は今ちょっと事情があってアメリカに入国拒否されてますが本当の話ですで、そうなんですけれど、今はたまたま日本にいるときにこの震災に遭いまして、で、こういうことがあってからすぐに走って、行ったような感じになってます。で、実際に若い頃とかもしょうがなかったんでしょうけれど、今この時が人生の帳尻を合わせる時だということで、真剣に本当にこんな風には見えますが、無駄なことをせず、自分の講師混ぜるようなこともなくちゃんとやってるので、一般のそこら辺の真面目な人よりはよっぽど真面目な姿勢でやってると思いますので、ぜひ協力してもらえると本当に助かると思います。ちょっと変わります。まあ、これは適当に見てくださいので、この辺触ってくれれば見えるの で、まあ、僕らこうやって運んでるっていうそこなんで、これ見てくれればある程度信用してもらえるかなと思うので、まあ、こんな感じです。すいません、これになっちゃいました。で、結構みんな向こうの人は明るいです、意外と。質問とかあれば言ってください。実際はどうなのかとか、聞きたいことあったら聞いてください。聞いてください。やっぱりあれ、海岸沿いは気仙沼って港町じゃないですか。はい、海岸沿いはテレビで出てる通り、もう何もない。何もないです。で、もうあそこの大きいとこだけじゃなくて、海岸沿いはもう全部ダメですよね。海に直接でつながってる部分で、ちょっと高台になってるところで避難してる、まあ、自宅が半分助かってるような人は、まあ、自宅で避難してるんですけど、そういう人に物資が届かないっていうのがあるんで、まあ大体半分ぐらいは避難してる人の半分ぐらいはそういう人で、そういう人に。うちの姉さんなんかが、はい、店たまたま連休だったから行こうとしたんだけど、はい、まあ、行くと、お前行っても邪魔になるだけだから行かないように、何か送りたいから服とかを送ろうとかして考えたんだけど、はい、でも送り先がよく分かんない。実際物資持ってくるんだったら、例えばミネラルウォーターがいるんだったら、はい、ミネラルウォーター持ってってもらった方がいいのか、それともお金の小渡しした方がいいのか。基本的に物資の受付ももちろんしますよ。で、ミネラルウォーターとか、あとただ持っていく場所によってもう水出てるとかっていうところもあるんですよ。で、この間気仙沼行ったんですけど、気仙沼この間行った時はもう水も出てて電気もついてるんで、ガスコンロが欲しいとか、なんかいろいろニュースで出てた。ガスコンロがなかったり。そうですね。何が欲しい。欲しいのは乾電池。乾電池と、あと生理用品と食べ物で、よくまあ、その避難所の偉い人はもう食料もいっぱいあるからいいですって言うんですよ。で、あと何が欲しいんですかって言ったら乾電池は欲しいんですから、乾電池をじゃあ出すので車の荷物全部出してたんですよ。そしたら避難所の人出てきて、これ欲しい欲しいって言ってもいろんなものもらってくるんですよ。だから避難所のその管理してる人が止まってるんですよ、実際の話。荷物が溜めてるだけです、数管理して。で、それだとやっぱりちょっとちゃん大事です。やってるから。いろんな人に分からないんで、まあできる限り僕らでもらって、それをまあ食料とか配るので。手段も通ってるので、なかなか楽しいですけど、ね、喜んでくれるから。あとなんかあります、いろんな僕らの仲間がやってるんですけど、またそれは紹介します。チラシにホームページのアドレスとか、チラシにはね、今日作ったわけなんで、ホームページのアドレスないんで、ね、一番下の違うの、レコさん、写真、田島さん15分後に行きます。レコさん、一番下は写真です。これ何ですか。
岩さんの代わりに犬飼さんが、いらっしゃる。僕らの中で、岩さんの代わりに犬飼さん。東京と新潟で、おあのやって、あまあ、愛知からと三個の県で集まって、して気仙沼と仙台と、あと福島の方に、まあ、来週ぐらいに行こうと思うんですけど、やっぱり地震っていうより、やっぱ津波がやっぱすごいみたいで、壊滅状態です、とにかく。そんな感じですね。なんか、他ありますか、質問。ホームページを見て、また何か協力できることがあるか、はい、そうですね、ホームページには、まあ、送ってもらえるものとか、あと、普通にこう送ってきてもらっても、こっちで管理ができない場合があるので、すごい量が送られてくるんですよ、2、3日で、トラック何倍分も。そうすると、それ、要は仕分けするのにすごい時間がかかるので、まあ、送っていただけるんであれば、例えばおむつだけとか、粉ミルクだけとか、生理用品だけとかで、全部送るわけで、段ボールを書いてもらった方がいいと思います。まあ、僕らに送るんじゃなくても、他のところに物資を送るのもそうした方がいいと思います。何かありますか、他に。何か聞いとこうかなと思うようなこと。あ、じゃあいいですか。はい。僕、心理学勉強してるんですけど、はい、そろそろストレス反応が出てくることだと思うんですけど、それはもうそういう人は言ってもらった方がいい。結構言ってますか。はい、僕らはもうそういうの素人なんで何もできないんですけど、やっぱりちょっと結構うつ病的な感じになっちゃってる人が多いんで、はい、そういう人はぜひもういけるんであればもっと言ってほしいです。なんかその素人目にっていうと失礼かもしれないですけど、はい、実際に行かれてみて、なんか、あ、これはストレスを感じてるなみたいな状態になってる人結構いらっしゃいますか。あ、もちろんですね、それは。普通にやっぱり自分の家とか家族がいなかったらストレスが、やっぱ集団で生活してるんで、うん、それはあると思います。子供たちとかはどうですか。子供たち結構意外と元気ですね。逆に子供たちとかは忘れるために元気になるんですよ。それはちょっとわかんないですけど、まあ元気です、とにかく。あと少ないですね、子供が。やっぱもう避難してる人が多いし、やっぱもともと年寄りが多い町だと思います。いつの行くの、気仙沼。気仙沼と仙台ですね。で、基本的にまあ荷物を預ける人っていうのはもう地元の動いてもらえる人に僕は預けてますね。結構やっぱちょっと怖そうな人が多いです。やっぱあれ、さっき食べ物も欲しい。食べ物はもう食べ物ってどのレベルの食べ物？加工したものなのか、米とか小麦とか。いや、もう何でもいいですよ。何でもいいんだ、うん、基本的に。でも米醤油とか日持ちするものだったら何でもいいです。あ、ご存知の、うん、左刺身とか、うん、それはちょっと待ってください。持ってく間にね、まずくなっちゃうんだよ。そうもないですけど、あと、まあ、僕らが見て気がついたのは、そのボランティアの人とかもいっぱい来てて、まあ、そのボランティアの人が結構、やっぱ、噂通り邪魔してる人も持っているんですよ。要は、僕らがたまたま会ったのが3日前から入ってて、昨日ボランティア団体を作りましたって、ここに頑張って貼ってる人が、話しかけてきたんですけど、なんかまあ自分の立ち位置ばっか一生懸命こう説明するんですけど、いや、これとこれはもういらなくて、この、これからはもうレクリエーションとかそういうことが必要になってくるんですよって分かるけど、結局いるものいらないものとか適当なこと言ってて、全然僕らが話聞いてたのも聞いて、地元の人から聞いてきたのが全然違うこと言ってて、要はその役所で君はもういらないっていうふうに言われてる、食料とかもういっぱいだからいらないっていうふうに言われてるのが何かって言ってるだけなんで、実際はそこにはいっぱいあっても、その周りの人にはもう